はい、ということで、第2回なんで、なんですけど、今日はちょっとトーク、ちょっと前回のちょっと失敗用法を失敗したんですね、はい、失敗しました、失敗したんですっていうのは、なんだろう、前回はその、すごい硬い話をしてしまい、あんまり合わなかったなっていうか雰囲気と、で、第2回もこう当初の予定だとこう、その、なんだろう、その前から結構ずっと議論してるんですけど、建築とかを使っていろいろとこと議論してるような、その視点の交換っていうことを、テーマに結構、やってるんですよ、あんまりあれなんですけど、あんまりあれで、そういったことを、話すとまたちょっとみんな退屈しちゃうかなと思って、急遽テーマを、もともと僕のテーマの一つでもあるこう遊びっていうのに変えることでこうやっていこうかなと、大幅な転換だよね。あ、でも一応あるんですよ、あの筋としては大丈夫ですね、はい、で、そのなんでこう遊びっていうのがすごい、重要になるかっていうふうに、思ってたかっていうと、そもそもは、あ、そうだ、最初に自己紹介します。遊びを研究されていて、今、運動会のアップデートなど様々なところでご活躍されている向井さんです。はい、遊びの専門家って言ってますけど、元々だとあのテレビゲームとかゲームデザイナーでゲームずっと作ってました。で、最近は、テレビとかモニターとかを使わない、スマホを含めてモニターを使わない、だけどコンピューターは使う、ようなことっていうのは非常に興味があって、となってくるともう、スポーツに近くなる、スマホを持ってるだけで走り回ったりするとかみたいなことになっていくので、ほとんどスポーツに近くなっていて、IT 時代というか、情報化社会の中のスポーツの在り方みたいなことっていうのをが主 な, なんていうかな取り組みになっていますっていうようなことを、なんだかんだ言って1994年あたりからずっとやってるので、90何年生まれ、僕89年生まれ、5歳の頃からみたいなことやってて、最近は特に IoT とかみたいなこと言われるようになってきて、本当に画面がいらなくても、センサーとか、コミュニケーションができるようになってきたので、実際にもう運動会、小学校とかで運動会の中でそういうことをやったりとかし始めています、なるほど、はい、はい、あ、そうです、そうですね、はい、どこからこう切り口にすればいいんだろう。当初もともとはその当初っていうか、なんでその名前言ったら犬飼いと申します。あ、僕一応紹介しました。あ、すいません、はい、すいません。で、なんだ、なんでこう遊びに非常に注目したかっていうと、その、なんだろう、もともと、すごい根源的なことを言うと、もともとその労働っていうことが正直、僕は対応力が低かったんで、できなかったんですよ、それで、ハンナ・アーレントの言うところの仕事、活動、労働ってあるときに、労働ができなかったわけですよ、僕は。で、その時にどうしようかなと思って、で、活動っていうのは結局彼女の定義だと、すごくその、広場に行って政治的なスピーチをしたりとか、政治的な運動の中にこう入っていって、人間的なコミュニケーションの中でこう政治に参加していくと、いうことをそういうふうに定義しているわけで、で、仕事っていうのは何かっていうと、自分の欲望と関わっていて、ちゃんとこう、ある種の自己成就だったりとか、社会的なある種の達成みたいなものと密接に関わってきているようなものを指しているわけですよ。で、若い時にそういう、今だったら仕事って言えるのかもしれないですけど、当時ですね、いきなりこのいわゆるビジョンがどうこうとか、こう、なんだろう、社会的な意義がどうこうとかっていう大きな話をするようなタイプでもなかったというか、って言うと言っても、なんかリアリティがなかったわけですよね。まあ言うことはできるんですけど、いくらでも。まあね。掲示板に書いてあるとかで、そこで結局、とりあえず
いろんなところで遊んでみるっていうスタイルを取っていくんですが、遊びだったんだね。そう、最初はそうだった。全部遊びにしたの。そう、全部遊びっていうことにして、うん、で、じゃあその学生の時は良かったんですよ、うんうん、全部遊びっていうことで楽しいなで、うんうん、そしたらだんだん自分が年取ってくるにつれて、うん、あのなんて言えばいいかな、まあ、普通は働くじゃないですか。つまり労働にシフトしたり、うんうん、仕事にシフトしたりしていくわけですよ、うんうん、そしたらそこには何があるかっていうと、こうちゃんとした既存の交換様式があって、うん、つまり支払いシステムがあり、うんうん、法律でまず守られており、うんうん、みたいなこう、うん、歴史が培ってきた蓄積があったんですよ、うんうんうん、でも僕は簡単に言うと遊びっていう場はその蓄積がないわけですよ、うんうんうん、なので、簡単に言うとこう継続が非常に難しかったと、うんうんうん、で当時結局僕が若い時に遊んでた人たちとかを見ていても、やっぱりその作ることのコストっていうのはすごく下がってきていて、例えばネットレーベルなんかも出てきて、まあ、有名になって人気になってきた、まあ、その前からありますけど、うん、当時2010年の初めとか2010年代の後半ぐらいからすごい、まあ、ある程度知名度とかも獲得して、うん、で作るってことと発表するってことと、うん、こう拡散するってことのコストが、うん、こう、まあ、音楽に対して言うと非常にこう低くなって、うん、まあ、ほとんどゼロですよね、うん、まあ、時間的なコストはかかりますけど、ファイルを配るとかになっていったと、うん、なんだけど、じゃあそこからどうやってそのなんだろう、交換様式を新しいものを作って、その上で継続可能にしていくのかってことをなかなかできなかったなっていうのを見ていたわけですとしては、なんでなんだろう、その僕の最初に抱いた問題意識としては、そのただ遊び始めた、そしたらそれは継続するの難しかったっていうところがあって、うんうん、で、今はそういう遊びと交換様式とで社会的な共同性みたいなものについて、まあ、考えてるっていうのが最初のきっかけで。若者の悩みだね。みんなってどうなんですかね。皆さんはあれですか、大体社会人っていうか働いてらっしゃるとかですか、ね、うん、働いてらっしゃる、そうでもない、遊んでる人、主に遊んでる人、いたいた、あいつ見て、あ、聞いてみよう、そういうような問題意識は持ってますか。あ、持ってる。具体的にはなんとなくやばいなと思ってる。まあ、僕の経験から話すと、うん、僕もね、類似ですよ、うん、で僕今もう46歳なんですよね。で、なんて言ったらいいかな、今僕の今46歳になって遊びの専門家と言ってる僕の悩みといえば、遊びの専門家って言ってる以上仕事しちゃダメだみたいなところがあるんじゃないかと思ってて、だから遊びの専門家なんですけど仕事くださいってなかなか言いづらいっていうジレンマみたいなのと陥ってるですよ、うん、で、まあいいんだけどね。でだからなんかでも要するに今みたいなこういう今ここで問題にしてるようなことが分かってくれる人は、要するに交換様式として犬飼さんにも交換が必要なんだと、要するにお金を稼がなきゃいけないんだね、犬飼さんって税金払わなきゃいけないんだとか、家賃、あ、僕にも妻がいるので、妻はカンカンなわけですよ。で、みたいなことがあって、こう分かってくださる方は、犬飼さんお金払いますよという、うん、で、で僕がこうなんていうかな、僕客観視して言い当ててる人がいて、うん、犬飼さんは優しい人に生かされてるって、うん、僕のことを何ていうか言ってくれた人が、うん、いて、だから、まあ要するになんかこう厳しいゲームの世界の中で勝ち進んでるというよりは、その中で負け続けているがごとくに、なんかこう、ゆえに、こうなんか優しい人が手を差し伸べてくれてるみたいな感じではちょっとあるというかな、うん、で、まあ、当然それで、なんていうかな、ガンガン儲けてますみたいな感じじゃないんだけど、まあ妻もカンカンに怒る程度で住んでるというか、要するにお互いに死なない程度で、うん、住んでるみたいなところはあるんですっていうのが前提で、ちょっと質問があるんですけど、うん、
そこでダメだなと思ったのはどういうことですか。なぜダメだと思ったっていうか、僕はね今のことを言ったら、うん、今僕はダメなままなんですよ、うん、なるほどなるほど。だから、なんだけどダメだとも思ってないんですよ、うん、なるほど。でなぜダメだと思ったかをちょっと質問させてもらいたいな。まあ僕がその時にダメだと思った理由は、うん、その人間の生命が維持されるってことに加えて、うん、やっぱり文化的なことの維持っていうのが僕は結構重要、僕は大切だとにしてることなんですよ、うん、簡単に言うと。つまり、僕っていう個体がどうこう幸せになるとか幸せにならないとかっていうことに加え、うん、まあそれはむしろ、まあ、結構どうでもいいっていうか、まあ、どうでもよくはないんですけど、うん、問題意識としては結構薄くて、うん、っていうよりもその文化っていうものが継続していくかどうかっていうことが大切で、うん、その上では例えば、時間をある程度その文化的なものに政策に当てることができる環境であるってこと、うん、あるいはそれをするための知識だったり技術っていうものが継続していくためのアーカイブだったりとか、うん、共有していくような環境っていうものが必要だと思ってるってことが2つあって、うん、で僕がその23歳ぐらいでこう大学卒業していく時期ですよね、皆さんが、うん、みんなが、うんうん、その時にどうなっていったかというと、やっぱり会社に入っていくとみんなその音楽作ってたやつとか辞め始めるんですよ、うん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 、活動を、うんうんうん、そしたらそのある種こうなんだろう、で残っていく人はどういう人かっていうと、うん、そのいわゆる大きなその、うん、事務所だったりとかレーベル、うん、その既存のレーベルですね、うん、にそのなんだろう拾い上げられるというか、所属することによって僕から言ったら優しい人たちかな。そうです、そうです、所属することによって継続する、まあ働かなくて済んでるっていう人たちはつまりいけるわけです、うん、そしたら、うん、そうどうなるかっていうと、早い段階でこう、うん、ある種のポピュラリティというか結果っていうのを出さない限りはそっちに行けない、その2つに分かれたっていうわけですよね、その時点で、そのある年齢の段階で。でそうなってくると、そのいわゆるまあ音楽はまあいいんですよ、何かちょっと比較的早く結果を出しやすいメディアでもあるし、なんですけど、うん、そうじゃないものも当然あるじゃないですか、うんうん、例えば、ね、いいものを作るには建築家とか50歳で新人とかみたいになるからね。いいものを作るためには例えば10年の下積み、20年下積みが必要ですっていう風な分野については、非常にその文化的なその、うんうん、その教育の場を社会が醸成できてないということになって、うん、継続が不可能になってしまうと思っていて、だからそれがダメだなと思ってる原因なんです、うん、簡単に言うと、うん、つまりなんだろう、まあそれにはいくつか理由があって、うん、まあ、簡単に言うと、まあ、一番大きな理由は、うん、例えば最近 AI とかの議論で、うんうん、よくこう AI は敵なのか味方なのかみたいな話あるじゃないですか、うんうんうん、でも僕はなんかそれどっちでもいいと思っていて、うん、でもどちらにせよ確実にこう Mac の店員の数は、ゼロではないにせよその AI に置き換わられる部分はかなりあると。で、うん、コンビニとかも置き換えられる可能性がかなりあると、うん、そしたら確実に単純労働をする人の数は減っていくんですよ。こう AI が人間を超えるとか超えないとかは別にして、うん、それは本当にどうなるかは分からないですけど、うん、減ることは確実で、うん、単純労働の数が、うん、そしたら、じゃあどういうものが残っていくのかっていうと、うんうん、例えばエンタメだったりとか、うん、あとはもっと長く楽しめるようなこう文化的なものだったりとか、うん、が、今後、醸成していく必要性がある領域でっていうのは、まあ、単純にその合理性からに基づいて作られたものだけじゃないものが多いわけですよね、うん、なるほど、うん、そういったところにある種そのリソースを割いていくっていうことは、うん、ここ10年20年っていうスパンで考えてきたときに、うん、僕は重要になるっていうふうに考えていて、でそれが今この国というかこの環境にないんだとしたら、うん、それは結構なんかいろいろと問題あるだろうと、なるほどね、うん、っていうところがあるんですよ。なるほどね。まあ文化っていうと、うん、
なんて言ったらいいかな、文化ってさ、うん、まあ文字にする、化けるって書くじゃない、うん、文にするっていうようなことだから、うんうん、人間ってさ、未来のことを 文にすることって可能なんだけども、うん、今までの社会の規範の中で未来のことを書くっていうか、うん、こうであろうっていうことを扱うことってなかなかないじゃない、うん、例えば国がさ、未来のことにお金を出すけどなかなかない、うん、で文化されたことには出していく、うん、要するに文字にされたことにはお金を出すとか、うん、価値を感じることができる、うん、だから価値っていうのは過去に対してできることなので、うん、つまり文化とは過去のことであるともやっぱ言えると思うわけよ、うんうん、なので実はさ、あんまりそのなんていうかな、人間が行動してた後にできるもんだとすると、うん、って前提に立つと、うん、なんていうかな、今僕がしたいこととはあまり関係がないというか、うん、今我々ができることとはあまり関係がない、うん、だからやってしまったことは あるけど、昨日寝てしまったりしたことは文化だったり、うん、になるんだけど、うん、これから何かさ、今日帰ってさ何するかってまだ決まってないじゃない、うん、でそれは文化とは呼べないというか、うん、と言えるわけ、うんね、でとなった場合に、じゃあもう一つ別の切り口、うんうん、でじゃあ文字にしたというか、うん、それって要するに記述したっていうことだと思うんだけど、うんうん、何に記述したのか、文化とは何に記述されるのか、うん、っていうと、今は文と言ったんだけども、うん、でも文だけでやっぱ足りなくて、うん、社会そのものに、なんていうか記述されてるって、うんうん、言えると思うのよ、うん、と言ってもやっぱりそれは過去のことで、うん、されていたとか社会がそういうことがあったと、うん、言えるようなことなの で、うん、でっていうふうに言えると、うん、で遊びの領域っていうのが、うん、何か新しいものを探したりとか、うん、見つけたりとか体験したいっていうようなことだとすると、うん、まず個人的なレベルで言っても、うん、自分の中にはない文脈を楽しむようなことっていうか、取りに行くようなことが遊びだと言えると思う、うん、で、社会に関しても社会の中でも価値があるような遊びって、ね、うん、一体何なのかっていうと、文化になっていない遊び、うん、文化されていない遊びっていうものこそが遊びであるっていうふうに言えると思うわけ、うんうん、で、AI が、あ、ちょっと、で、次にじゃあ、何に文化が記述されるかってなった時に、人工知能っていうような新しい生命みたいなものが誕生するっていうようなことが今行われてると思うんだけど、うんうん、彼らが遊び始めた時に、彼らの中に、遊びもしくは文化が誕生する瞬間だと言えると思うので、うんうん、彼らが自分たちに遊び始めるという時に、で、遊ぶっていうのは彼らが好奇心を持つと言い換えてもいいや、うん、だからやりたいことをやり始めるというか、うん、だからなんていうかな、彼らがローソンの、店員になりたいのか、マクドナルドの店員になりたいのかっていうことはさておき、うん、なりたいかっていうか、やりたくなった時にやってるっていう状態が、そのなんていうかな、遊びをしているというような状態になると思うんだよね、うんうん、だけどまず今のところはね、テク、何に記述されるかというと、テクノロジーに記述されてるっていうか、うんうん、まあ、だから文字もそもそもテクノロジー、ね、テクノロジー、そう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 、だから物があってテクノロジーが成長してるっていうか、で、もうちょっと、ちょっと違う視点になるかもしれないんだけど、うん、人間は全く進化してないんですよ、子供っていうか昔太古から、うん、よく勘違いはするんだけど、人間っていうのは進化したよねっていう会話をする人がいるんだけど、ちょっと待って、冷静になると、うん、人間っていうのは全然進化してなくて、うん、朝起きてなんかイエーイって言って起きて、でうんこ、ここ食べてご飯して、食べてうんこしてみたいな、で寝てみたいな、で、結婚して子供生まれてみたいなことを延々繰り返してるだけで、実はさほど進化してないっていうか、うん、あんまり変わってないんだよ、うん、で進化してるのは何なのかというと、どっちかというとテクノロジーの方で、うんうん、まあそういうのをケビン・ケリーっていうワイワードを作った編集者なんだけど、まあ、テクニウムって呼んでたりとかするんですよね、要するに新しい生命体であるみたいな呼び方をしてるのがテクニウムって呼んでて、でつまり僕たちはテクノロジーっていう生物を育ててるっていうふうに、ん、考えると、うん、文化、僕たちが思ってる文化っていうのは過去のものに記述されるとすれば、要するにテクノロジーとして記述されているもの、うん、みたいなものが文化と呼べるんだろうなと思っているので、うん、だから、私は、こうなんていうかな、遊んで暮らしたいわと思うんであれば、文化からいかに離れるか、うん、みたいなことっていうのはすごく大事なポイントになると思うわけ、うん、で、でもね、小妻君が、うん、僕もそうなんだけど、うん、さっきだから仕事くださいってなかなか言えないって言ったんだけど、仕事くださいって思うわけ、うん、お金くださいって思うわけ、交換してくださいって思うわけ、うん、で、その時に、こうなんていうかな、社会の一員としてね、うん、暮らさなきゃいけないというか、うん、出ないと、殺されるから、ね、うん、警察とかやってきて、さ、銀行とかがこう差し押さえとか来るわけ、うん、カードとかさ、うん、なんか未来とか、未来とかちょっと変える装置があるじゃん、うん、あれやばい発明なんだけど、カードとか利子とかみたいなものってね、保険とかね
あれやばい発明なのね、うん、人間が未来を買ってるって、幻想の未来を買ってるってめちゃくちゃすごい発明なんだけど、うん、株式会社も一緒ですもんね。やばいやばい、だから本当あれすごいやばい発明なんだけど、でもまあそういうものによって人々を殺されるわけですよ、ね、うん、で殺す、なんていうかな、言い訳にしてるっていうか、うん、みたいなことになってるっていうかな、うん、捕まえたりとかするみたいなことにしてるっていうか、うん、でそれが社会なので、うん、人間っていうのは非常に未来っていうのが扱いにくいっていうか、うん、あんまり遠い未来はさ探れないんだよね、うん、だから、例えば、まあ、株式会社とかみたいなこと言っても、うん、おそらく第1期とか第2期とかみたいなぐらいの、まあ、もしくは1年とかみたいな決算報告して、うん、来期はみたいな言い方でしか未来は、続いていかないというか、うん、だから10年後我々はこれをしますよみたいな宣言をしてるんだけど、それに関してはみんな結構寛容で、うん、許してくれてるっていうか、ずれても全然大丈夫っていうか、うん、そこは直していきましょうねみたいなこと言ってる、うん、でも来期のことは許せませんみたいな、うん、来期のことは許せません、あなたクビですみたいな、うん、で死んじゃうんですけどどうぞ大丈夫ですかみたいなことになってるっていうか、うん、で、まあ遊びとはよく言ったもんで、うん、その寛容さみたいなものっていうのは、うん、例えばこうガタガタとさ、うん、なんか機械が動くときにこう少し隙間があるじゃない、それは遊びって言ったりするよね、うん、まあ、人間が日本語っていうの本当によくできてて、遊びがあるという状態っていうのは、なんていうかな、とてもなんていうかな、生物的というかタンパク質的というか、うん、鉱物的じゃないというかな、柔らかいというか、こうやってさ、こうやってやったときにさ、ブニョンブニョンするじゃん、だからこれが遊びだと思うわけ、うん、でそういうものっていうのを許容しながら我々は遊ぶというか、うん、あ、生活しているとか生きているということが言えるんじゃないかなって思うんだよね、うん、で、っていうことを、うん、おじさんは46歳になるまで延々考えてきて、うん、っていうような言葉にしてきたっていうか、うん、言語で考えてきた。で、うん、とはいえ、僕が明日何で遊ぶかとか、これが終わったらね、皆さんとどうやって何して遊ぶかみたいなことっていうのは全く想像がついてない。だから、うん、でも、未知のことに向かって、取り組んでいくっていうことっていう態度っていうかな、うん、ベクトルこそが、遊ぶっていうことなんだろうなとは、思うです、うん、なるほど、ああちょっと話があっちこっち行っちゃったなるほど、うん、いやでも今の話だと、うん、その文字化され、いわゆるアーカイブされてるというか、このドキュメンテーションされてない、ドキュメントになってない領域に行くっていうことが一つ遊びっていうことにあるとすると、うん、期待だよね、うん、つまり社会の中でそのどんどんその遊びのルールというかっていうものをこう作っていく、つまりないところに新しいゲームルールを作って、それでそこの中で遊んでいくと、いろんな人がそれを書いたり話したり、うん、それがこう記録されたりしていくと、それが溜まっていって文化になるということじゃないですか、うんうんうん、でと同時にこう遊ぶ人っていうのはってなってくると、結局その文化を作っていく中で非常にこう重要な、まあアクターなわけですよ、アクターというか要素なわけですよ、要素っていうかこう、何て言えばいいのかな、まあ、要素ですよ、うん、なわけですよ。ってことはこうで、それまではそういう人たちってどちらかっていうと別に勝手に遊んでる人たちいるなということで、それが記述されたりして、一部のこうアンダーグラウンドのカルチャーみたいな感じになったりとか、うんうん、まあ、それで良かったと思うんですよね、うんうんうん、でもちょっとじゃあ今後例えば労働が、うん、まあ、いつになるかわからないですけど10年とか20年スパンかもしれないですけど、うん、ぐらいでこうなくなってきた時に、うん、じゃあ急に遊びなさいっていうふうに言われても非常に困るわけですよ、簡単に言うと。で例えば中島ラモさんはこう、あ、なんだろう、教養がある人ってどういう人かっていう話をしているときに、こう一人で時間を潰せる人のことを教養がある人だっていう定義してるわけですよ、簡単に言うと。ってことは逆に言うと、その一人で時間を潰せない人がほとんどだってことなんですよね、うん、ほとんどっていうか、そういう、教養があるとないの違いっていうのはそこにあるわけですよね、うん、ってことはそれは一つの技術っていうか、うん、その習得すべき技なわけですよ、ね、うんうんうん、でじゃあそのために今そういうことを醸成する環境になってるかどうかっていうのはが僕は結構重要なテーマだと思ってて、っていうのは結局そうじゃないと急に明日から好きにしてくださいって言われても困ると思うんですよ、みんな。あのさ、どう、あのさ、僕さ、最近さ、まあ、インターネット以後って思うけど、うん、暇だなって思うことが本当なくなった、うん、うん、あ、でもね、暇だって思う人もいると思うが、うん、どう、暇だなって思う。僕はあんまりない、
最近忙しいので どれぐらいの暇だなって。あでもあれっすね、その退屈だろうかな、うん、まあなんか、大学生の頃とか思ったことありますね。っていうのは何が、まあ、具体的に言うと年齢っていうよりは、うん、その自分がどういう風にして生きていくかみたいなことが、あベクトルが決まってない、ベクトルが決まってない時は暇な時が結構あった。マジで、そういうことかもな、うん、俺もそうだったのかもしれないな。でちょっとどうですか、暇な時間ってあります？今暇だなと思います？最近最近はないです。ベクトル決まってます？何でしょうか、渡りのことなと思う。難しいです。ちょっとどうですか、暇だなと思います？あんまない。あんまない、そう、暇だってことがそう思い当たる人ほらここいないもん、ここいないもん、あんまり問題になんなんじゃない？いや違う、でも違う、ここはもうセレクトがあのバイアスかかってるんですごい。あまあね、まあまあまあ、だけどでもね、最近さ本当に暇だなってことあんまり聞かなくなってきたっていうか、うん、昔に比べてだってさ、うん、人類昔本当に暇だったと思うんだよね。そうっすか、僕暇じゃなかったと思うんですけど、死ぬじゃないですか。あー そういうこともあるかもな、うん、死ぬかな。つまり1万年前ぐらいまでは多分結構死んでたんですよ。江戸時代、江戸時代多分結構暇だった。暇そうだよね。だから労働時間少なかったって聞きますよね。そうだよね、うん、まあやることなかったんだよね、うん、働くことも、ね、うん、運ぶこととかもね、うん、あんまなかったんだよね。暇っていうのが、なんていうかな、あることっていうのがどういうことなのかみたいなことっていうのは、人間が暇だと思うことって一体何なのかっていうこと。例えばさ、うん、遊びを提供する側っているじゃない、このゲームを作ってる側として、うん、だから暇を埋める仕事をしてるとも言えるわけよ、うん、だから責任持って月曜日から金曜日までは遊んでいて、土日になると暇な人が暇だという人が出るから、その人に向かってこれが今のおすすめの遊びですよって提供したのが俺の仕事だと思ってる、ね、うん、だから月曜日から金曜日までは責任持って遊びますと、はい、みたいなことをやってるつもりなんだけど、だからってことはやっぱり暇だと思うんだよね、うん、土日ね、うん、っていうことは前提にやっぱ働いてると思うから、うん、だから暇な人がまあ今ないって言ったけども確かにあるっていうか、うん、だから売れるとも言えるっていうかな、うん、まあ、交換してくれるっていうか、うん、とも言えると思うんだけど、まあ、僕はあまりその売れてる方じゃないんだけど、ゲームってまあ、もっともっと売れてるゲームとかみんなもやると思うんだけど、電車の中で5分間の時間をいかに潰すかってパズドラやったりとか、まあ、いろんなケースがあると思うんだけど、うん、まあ、その暇をどう使うかみたいなことっていう、どっちかっていうと暇を埋めることはいろいろできるようになってきたっていうかな、うん、瞬発的にね、うん、でなんだけど、そのなんか中島直子さんがその暇を埋めるっていうのはどういうことかっていうか、自分で暇を潰すことができるっていうか、逆に言うと暇が潰せなかった人は本当にいるんだろうかっていうか、うん、なるほど、っていう問いもなると思うんですね、そこだけ変えちまう、うん、だからそこで多分2つに分かれるところがあって、うんうん、つまりここで重要なのがこのなんか、2週間ぐらい前にこう、うんうん、ベルナルスティグレイルという人が来てたんですよ、うん、でそこで僕講演聞きに行って、うん、そしたらそこでこう有限のゲーム無限のゲームっていう、うん、書籍を、うん、紹介していて、うんうん、ゲーム、はい、で、うん、無限有限のゲームって何かっていうと、まあ、簡単に言うとパズドラみたいなもんですよ、うん、こう既存ゲームクリエイターがいます、うん、でプログラム組みました、うんうん、でその中であるなんだろう成功すると、うんうん、こう、まあ、脳内物質がバッと出て、うん、気持ちいいっていう、うんうん、っていうので終わるゲーム、うん、でじゃあ無限のゲームって何かっていうと、その例えば将棋とかもそうなんですけど、うん、例えば、A さんと B さんは同じゲームのルールを共有してますと、うん、なんだけど A さんは、A さんなりのこうルールを作る、うん、B さんは B さんなりのルールを作る、うん、でその中で戦っていって、うん、で例えば羽生さんとかが新しい新手を打ったら、うん、それを、まあ、いろんな人が研究してそれをどうやって倒そうかっていうのを研究していくと、まあ、さらなるルールができるっていうふうにこうある基盤の上で、うん、その無限にこうルールをこう積み重ねていってこう、うん、まあ、言ってしまえばこう欲望がこうあるところでこう収束するっていう仕方ではなくて、こう無限に続いていくようなそのものを生み出せる
状況っていうのをそういうふうに定義してるんです。状況というか環境、ゲームの環境をそういうふうに定義していて、でもう一個あると思ってて、でなんその与えられた環境自体に対してそのゲームに対してこうメタルールみたいなのを作って、あるいはそれを拡張するような仕方で、やると。で例えば犬飼さんがやってるみたいな、こう運動会とかでも、なんだ、玉入れとかをやるときにその、普通の玉入れを普通にやるんじゃなくて、それ以前に作っそのなんだろう、アプリとかそういうセンサーとかさまざまなものを作って使ってルールをその拡張するだったり改変するだったりっていう仕方でルール自体を変えることをさらに競技化するっていうか、より面白い玉入れで作ったやつがその高得点みたいなみたいな方法もあると思うし、つまりそのこう今の時代だと欲望をこう増幅させるだったりとかこう継続的に延長させるようなもの、つまりなんかそういうのってなんか新しい最近やってるマーティン・セリグマンとかがやってるようなこうポジティブ心理学なんかでも定義されてて、なんか快っていうのと快、つまり快楽の快っていうのとやっぱりこの幸せっていうのは分けていて、で一時的な刺激に基づく気持ちいいとか楽しいとかっていうのを快みたいなもので定義していて、で幸せっていうのはこうある程度の持続っていうものが前提になっている定義なんですよ。でそういう時に結局その持続っていうものを生み出すことができるようなシステムっていうのを作るっていうことも含めた人々の環境づくりっていうのは、つまりそれは結構旧来型の教育だと結構ありえなくて、っていうのはその与えられた環境の中で点数をいかにして取るのかっていうことがその最も重要なポイントで、つまりまあ言ってしまえばその釣り場の環境があるところをこうトントントンと登っていくと、登っていくことが偉い一つのゲームなわけじゃないですか。でも今の重要な違い、大きな違いっていうのは結局そのあるゲームボードの中で登っていくってことだけじゃなくて、そのゲームボードを拡張したりとか、そのゲームボードを元に異なるゲームを作ったりとか、あるいはその中で新しい小さなルールを作って新手を作るみたいなことができるとか、そういう形で延長していけるような、環境づくりが重要で、でだから最近やっぱりその教育っていうのはやっぱり大きなそのテーマになってるんじゃないかなっていう、だからみんな結構手出してると思うんですよね。その有限のゲームっていうのは、まあ、要するに僕たちが攻略可能だと思い込めるようなもののことかな、で、無限のゲームっていうのは僕たちが攻略できないんじゃないかなと思ってるようなもの、のことなんだろうか。まあ、でも できると思っててもまあいいと思うんですけど、どっちが後者がです。後者か、はい、できると思っててもいい、はい、ああまあそうかな、つまり勘違いはできると思うんですよ、別に。あでも攻略できると思っていると、多分有限だってことになっちゃうじゃん。でも有限なんですけど、結局つまりなんだろう、つまり自意識の問題と客観的な問題の違いとして存在できるっていうか、つまり自分としてはなんかこのゲーム完璧にクリアできるわって思っているのかも。つまりなんだろう、全パターン解析、例えば、まあ、オセロとか多分できてるんじゃないですかね、すでに。もうほぼ将棋も多分囲碁も多分もうそういう領域で、全パターン解析された後に、もう分かっちゃうわけじゃないですか、つまりそれってもうクリアできたとも言えるというか、じゃあその時にじゃあクリアできたとして、なんだろう、じゃあどういうふうにそのゲームをもうスター有限なのかっていうと、まだ人間対人間だと、いやでもね、そこも違ってるよ、囲碁とかでも、要するにもうこの間の試合とか見てても、見た、もう
さ、うん、何出してくるのかさ、ボランザとかもさ、何出してくるのか、もう、分かんなすぎて、もう笑っちゃってんだよね、プロたちが。うん、あの、で、だから逆に言うと、彼らといかに、その何かな、一緒に遊ぶかっていう時代に突入してて、だから横に、こうなんか AI とか置いて、うん、あの、あ、なんでお前こんなこと出せって言ってるのみたいな、うん、で、いや、ちょっと待って、これじゃあ、なんか受けないじゃんみたいな、うん、その場が受けないじゃんとかみたいな、どんどんプロレス化していくっていうか、うん、あのみたいなことになってくると思うんだよね、こう見ていくと、だからこう友達と遊んでてるとそんな感じじゃない、うん、だからその番の中で勝ち負け以外のなんか価値観をもう一回見出してやっていくから、そのゲームとしては勝つってことなのかもしれないんだけども、うん、要するにまた別のことに価値をどんどんずらしていくみたいなことをやっているので、うん、やっぱりね、囲碁とか将棋みたいなのも、うん、ていうかやっぱりなんか定義されてるものに関して、要するにフィールドと、時間とあれが決められ場所が決められていたら、多分ね、演算可能だと思う。特にあんな盤面でこうできてるものっていうのは、まあ、ものすごいディープラーニングの格好とか電子コンピューターの格好の餌だし、うん、だからあれだらガンガン食べてって、全部手をこう埋めてくるっていうかなみたいなことをやってると思うんで。でも全部解析されてもやっぱりあのそれこそ人と AI とかのもう共同しながら、まあ、さっきプロレス化していくって言いますけど、うんうんうん、なんか見立て的になって、そう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 、やっぱ人と人と戦うの面白いなみたいな感じ で、うん、もうそうなった時に、ね、もう、フォン・ノイマンが言ってるようなゲーム理論で語れるゲームじゃなくなってくる。フォン・ノイマンのゲーム理論、まずあのそうちょっと説明すると、みんながあの持ってるあの、コンピューターって、例えばマックとか、うん、全部そのこれ全部ね、大抵そのカメラとかも入ってる全部ノイマン型コンピューターって言われるものなんですよ。でフォン・ノイマンという人が、戦後に発明した、考えるところ、要するに演算装置、うん、それから一時記憶装置、それから長期記憶装置みたいな脳を模した、その設計っていうのを計算機に持たせた、うん、でそれで、電子を使って計算させるってことまで作ったのがフォン・ノイマンという人なんですよ。だからフォン・ノイマン型の電子コンピューターというのをみんな使ってるんですね、うん、でそれと同時に1944年にフォン・ノイマンというのが出したものがゲーム理論というものなんですよ、うん、で、それ何かっていうと、あと例えばよくビジネスの世界で、最初はそのフォン・ノイマンがビジネスにおける、ゲーム理論という本を最初書いたんだけど、それは例えばこう取引するときに、あなたはこういう情報を持ってます、私はこういう情報を持ってますっていうようなときに、こう要するにまあ交換だけどね、こう取引するときにどっちが何が欲しいかみたいな、みたいなことを数式で表せるようにしたんですよね、うん、でそれが、ゲーム理論っていうもので書かれてるんですよ、うん、でそれが以降、ビジネスの世界ではゲーム理論っていうのはめちゃめちゃ応用されるようになった、うん、私がこの情報を持ってるから向こうにはこれを出さないでやろうとか、うん、みたいなことっていうのを数学で記述できるようになったんですよ、うん、で、そういうのがザーッと進んできて、うん、今の、トレードっていうのが、要するに交換が行われてるんですよ、うん、あのお金とか株とかみたいな、うん、で、で僕が思ってるのは、要するに情報っていうのはそのゲームっていうもので、要するにゲームとは何かっていう と、何かをこうであるというような、これが勝ちである、うん、これが負けであるっていうようなことを決めるっていうようなことなんですよ、うんうん、だから要するに、比べるっていうことに近い、うん、僕これがコップであって、うん、これが酒である、うん、ということはこれを比べることによって、決まってくる、うん、で情報が初めて生まれる、うん、でこれとこれは違うんであるっていうことが0と1で生まれる、非常にデジタルなことが生まれてくる、うん、でその結果、その結果を連続して積み重ねていくことで、うん、計算をしていって、うん、今の、コンピューターとかが成り立っている、うん、でそれをもっと、こう平たく客観視して、盤面、面のように見て、うん、点じゃなくてね、点を一個ずつ比べるんじゃなくて、面のようにして見て、画像のようにして見て比べるっていうのがディープラーニングっていう仕組みなんですよ、うんうん、で、あまあ、画像処理ってもいいや、だから、そういうものがあって、で、それがどん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 それ時間とかを超え始めると、うんうん、要するに画像1枚だけじゃなくて、時間とかを経ていくとムービーとか、うん、あのを超えて人が分かるようになってたりするから未来を読めたりするみたいなことになっていくんですが、でここの、ずっとね僕たちはね比べてきたと思うわけ、うん、でとにかく比べてきて、私はあの人たちとどうだろうか、うん、あなたと比べどうだろうかとか、うん、社会の中で私は一体どうなんだろうか、うん、みたいなことを比べてきたわけで、やっぱねその悩みってさ、うん、そこだったんじゃないかと思うわけ、うん、あのね比べちゃってるんじゃないか、だから、遊びに僕が期待することといえば比べないことなんだよ。あでもそうですよ、簡単に言うと、比べるっていう仕組みってさっき言ったみたいに0と1で分ける、つまり、デジタルな前提をまず共有していて、で貨幣交換の等価交換を前提としてるんですよ、うん、で僕が言ってるその
あの既存の枠組みに、例えばさっきの音楽の話で言うと、うん、若い人たちやりました、それで一部の人は普通に、音楽やめて会社になりました、うん、一部の人は、既存のレーベルやその事務所に所属することで生きてきましたっていうのは、これ何を意味するかっていうと、うん、既存の等価交換経済の中で、うん、A と B っていう道があって、うん、ある人は B に行って、うん、ある人は A に行きましたっていうことを言ってるんですよ。何屋さんですっていう名前が与えられたってことですね。で、僕が言ってるのは、それだと遊びっていうものは、継続できないっていうふうに思っていて、そうだね、うん、でそのためには言ってしまえば、その等価交換経済っていうものと0と1っていうもので、表現されるのとは違った、そうそうそう、演劇、そうそうそう、つまり別のワールドをいかにして立ち上げて、そのなんだろう、つまりなんか僕結構希望に思ってることは、そのなんかその、まあ、第1回の授業でやったのどういう話かっていうと、うん、簡単に言うと、僕たちが今自然にこれは実在しているっていうふうに思っていることってあるんですけど、それは実は歴史の中でさまざまなアクターがこう交流していく中で、これは実在してますってことが確定していった時代が近代っていうのが大きなあって、日本っていうストーリーがあったと、でヨーロッパっていうストーリーがあって、例えば所有っていうのは、例えばこうこうこういう手続きをすればあなたはこの iPhone は一応僕のものってなってるわけですけど、これはなんで僕のものってなってるかっていうと、Apple Store に行ってこう買ったわけですよ、お金を払ったらこれは僕のものになるわけです。だから犬飼さんが勝手にいじってたらやめてくださいって言えるっていう権利があるっていうことを、お互い持つことを前提として社会って作りましたっていう、あってことになってるわけです。でその、まあ、ブルーノ・ラテルっていう人は、それが実はこういうことで作られてるだけで、あの一つの実在のパターンって安定しているっていうんですよ。つまり実在じゃなくてリアリティが安定しているっていう風に表現する。つまり簡単に言うと、別に日本がみんな確定ではないってことです。みんな日本人だと思ってるしってことが安定してるってことでしょ。だから確定してないってことです、うん、でそれを逆側に辿っていきましょうっていうことを一回やるんですよ。そしたらなんでやる重要かっていうと、それが別に 100% そうなるパターンではないってことが分かるってことです。なので重要なことで、そういうのを雑に言って日本以外になる道もあったってことが分かる。そう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 、だからそのどっかに占領されてる可能性もあったそうそうそう、でそれが確定すると何が結構いいかっていうと、他の世界観っていうのの実装可能性を考えることができるようになるわけです。あ、そう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 、うん、で僕が言ってるのは、こう等価交換経済じゃない仕組みっていうのも、うん、つまり A っていうものに対して別の B っていう仕組みや C っていう仕組みをあるってことにしておいて、あ、そうだね、うん、多分そういうことかも、うん、でそれは結構あの僕は結構可能だと思っていて、まあ、半ばやられてるとも言えるけど、うんうん、でアートであのいいなって思うところって、まあ、いくつかあるんですけど、うんうんうん、その一つはその値段の設定を C 的にできるっていう、相場変動性だってことでしょ。いや自分で言えるってことです。だから相場が変動するってことでしょ、どっちかというと。あ、なるほど。だから相場が変動する。でも相場を気にしなくていいんですよ。なんか全くこうなんだろう、自意識バリバリの二十歳の学生とかいるじゃないですか。そういうやつがコレクター一人もいないのに俺の絵は300万だみたいな、それを言えるんですよ。それは別のどこでも言ってんじゃない。あ、でも一般的にはやっぱりポッキー作ったらポッキー300万で売るあのコンビニの店長は結構ガチおかしいとされるじゃないですか、一般的には。でもできないじゃないですか、一般的には。え、アートってそんなことが可能なの？でからみんな恣意的に立ててるんですよ。可能なの？本当に？だからそれは売れるかどうかは分からないですよ。それはお姉ちゃんポッキーもそのコンビニの人も。あ、なるほど、うん、なんですけど、そこででもだから要するに あれがないってことです、簡単に言うと。需要と供給の均衡点がないってことです。なんでかっていうと1点しかないんで。あ、本物そうです、ね、本物ってのが存在するからねじゃあだけどコピーが存在するとさ、もうあやすよね、テレビゲームとかやってると本物ないからね、うん、まあそうですよね。だからテレビゲームと か, だからコピーが前提になってるようなものの時に、うん、まあ例えばプリントのさ原版が本物かって言ったらさ、プリントでもね、うんうん、それは怪しいよね。最後こうさ、うん、バラバラになってる状態でさ、うん、赤の色と青の色と黄色の色半がバラバラになってて、うん、これ完成品ですみたいなことを思えっていうのも結構難しくて、全部ちゃんと印刷重ねて印刷してくださいよって思うじゃん、うん、で、だからなんかまさにそういうことだと思う、うん、今ちょっとさなんか遮っちゃったけど、でも変動的
であるってことはすごく重要だと思う、うん、ってこと、うん、と思うんだよ、ね、うん、で、今の金銭活動みたいなものって変動してるじゃない、うん、で、それはね、その幅が、ね、小さいってことだと思うんだよ、うん、もっと幅が大きくなると、うん、なんていうかな、もっと新しいルールが生まれやすくなる、うん、っていうことだと思うんだよ、うん、で、今、ビットコインとかみたいなものって、うん、めっちゃ上がり下がりしてるんですよ、うん、去年から比べると、もう150円、あ、15万円ぐらい、 1ビットコインが15万ぐらい価値が変わってるんですよ、うん、どうかというと去年1ビットコイン買ってたら今年15万円儲かってるんですよ。だからそれが、ね、3ヶ月おきにねめっちゃ上下するんですよ。去年と同じぐらいになっちゃったりみたいなことになってて、うん、で、それ価値がビットコインのすごいことは全然違う、今の円とも、ドルとも違うような新しい、価値基準みたいなものっていうのをインターネット上に気づいちゃって交換してるっていうことなんだけど、それにまた別の円の価値をつけたりとかドルの価値をつけたりとか既存の円と比べながらそれをやってるっていうことなんだけど、でもめっちゃ変動してるんですよね。で、やっぱそこには可能性を感じるというか、うん、その変動するということが前提になっていて、うん、しかも、国家とか、うん、あ、お金って大抵国家が発行してるんですよ、うん、まあ、あとは中央銀行ですよ、ね、あ、世界銀行、うん、中央銀行は国家がやってないパターン結構あるんですけど、そうで、そういうものが何かが発行してるっていう組織が発行してるんではなくて、本当になんかみんなが、平等な中で、やられてるみたいな交換してるっていうことが、特徴になるんだけど、まあ、そういう可能性が生まれてきてるっていうかな、うん、でその、速度、うん、結局ね、時間とかなんだけど、うん、情報を交換するときに今までだったらめっちゃ時間かかるから国の単位でやりましょうとか、うん、土地が決めてる範囲内でやりましょうみたいなことをやられてたんだけど、それを超えて、やられて、なんていうかな、インターネットで素早くできるっていうことが、特徴になってくる、うん、と思うんだけど、あ、ごめん、ちょっと話が戻ってた。で、そういう交換みたいなのができるということがあるんだけど、うん、まあ、ちょっと遊びの話に戻してくれ、うん、交換の話はちょっとね、まあ、そういうこともちょっと織り交ぜながら、遊びの中に交換の可能性があるってことが多分言いたいんだと思うんだけど、うん、新しい交換の可能性があると思うってことを言いたいんだと思うんだけど、まあ、そうですね、まあ、どこと走行がどうつながるかっていうと、うんうん、簡単に言うと今の等価交換経済っていうのは近代的なその国民国家っていう遊びっていうかこの見立てをすげえ頑張ったんですよ、うんうん、教育制度とかを整え、軍を整え、うんうん、こうあるアイディアを、まあ、今っぽく言うとあるミームをこう、うん、一般的にこうインストールする仕組みを同時に作ったんですよ、うんうん、人にインストールする、そうです、小学校中学校を義務教育にするとか、うんうん、軍隊を作るとかでこう一気にそのある日本国っていう枠組みの中で全員が日本語喋れますとかこれが常識ですっていうことをインストールする枠組みも同時に作ったっていうのが圧倒的にすごくて、インストールする枠組み、あ、だから教育と軍隊ですね、簡単に言うと、まあ、日本の場合は途中、今は最近は軍隊ないですけど、もともとはあったんで、いや、でバッとやったわけですよね、うんうん、ってことは逆に言うとその枠組みだけをその同時にある、つまり日本国って規模でやれるかどうかわかんないですけど、うん、ある規模でやれば別にそれは一つのその、まあ、遊びの、からつまりここで例えばなんだろう、仮面ライダーごっこやってるとするじゃないですか、うん、仮に、うん、でそこでなんだろう、うん、パンチって言ったら、うん、うわーって言わなきゃいけないみたいな空気あるとするじゃないですか、うんうん、でそこでなんかパンチってやって、うん、はあ、別に痛くないしってこと言ったらこいつはちょっと、あ、分かってないじゃないですか、遊びが。ちょっと例え正しいか。いや、でもそうですよ、でも簡単に言うと、つまり簡単に言うと、いや、1万円をアップルストアで渡すじゃないですか。そっちの方がいい。そしたら、はあ、何この紙切れいらないんだけどみたいなこと言われると、いや、マジ分かって、衝撃なんですよ。衝撃が受けるわけだ、簡単に言うと。つまりこのゲーム一応共有されてることになってるわけですよ。俺1ヶ月初期で入って20万持ってきたんだけど、20万持ってきて、MacBook Pro を買おうとしたら、何この紙みたいな、いらないですみたいな、なんかもっとなんか私が欲しいのはなんか今だと、うん、なんか米ですねみたいな、米を1トンぐらい持ってきてくれたらいいですよみたいな、アップルの社員は日本に期待するのは米ですと、そう、うん、言われたら困るわけじゃないですか、うん、困るね、急にね、変えられてね、明日酒ですとか言われても困る、しらけるわけじゃないですか、うんうん、で簡単に言うと、だからそういうことでもあって、うん、つまりあるその、なんだろう、日本銀行券は、うん、こう共有されるっていう仕組みを、うん、
僕とアップルストアの店員はこう共有しているんですよそうね、はい、だから逆に言うと別の仕組みを共有できればこうそれはいける話であって、うんうん、そうね、うん、でそれを遊びだと思ってるんですよ。つまり今って遊び一元論です。遊び一元論っていうか一レイヤーの遊びしかないんですよ。お金の上では、ね、そうお金の上では、うん、でこういろんな遊びがまあまあそうそうまあまあそうそうそう国とかの人もね、うん、税金を納めろって言われるんですね、うん、来たもんね税金もあれいやでもそれはなんか結構まあおそらく近代がこう頑張ってやってきたこう一つの重要なその効率的な仕組みとされてるわけじゃないですか、ね、一応国民国家っていう枠組みの中で、ね、でだから僕たちができることはその国民国家っていうベースメントの中で、ではそこはさあの効率的にやった方がいいと思うんですよ、もっと、うんうんうん、まあそれはそれでいいと思うんですけど、でも別になく必要はないと思っていて、でその上でなんかこのもっと別のそのからこの3つですね、その人間の常識の、うん、つまり主体概念、うん、共同性、うん、あと交換様式、うん、この3つを兼ね備えた演劇を、つまり国民国家って演劇があるじゃないですか、ね、で別の演劇をこう作って、でそこでなんかまずやると、なんだけどコンビニとか便利だよねみたいな分かるじゃないですか、うん、なんで一応そこのレイヤーで終わった後は一応コンビニで交換経済もやりますみたいな。なるほど、もうね言ってることほぼね役人だから多分ね、なんかまあまあ分かんないけど、うん、なんかちょっとアートの話すると、うん、多分ねずっと遊び続けてる人が、まあ、アーティストとも言えると思うんだよね、うん、なんかずっと遊んでて、なんか新しい価値みたいなものっていうの、だから価値の見方とかな、うん、みたいなものをこう提案してる人がアーティストだって言えるんだとすると、うん、今言ってるようなことってもうアーティストがなんか新しい価値を作ってるんですと、じゃなくてもうちゃんと公開しなきゃいけませんよっていう、ちゃんとやなさいみたいなこと言ってるように聞こえるわけよ。いや違います。違うの？つまり新しい価値っていうのは既存の価値の上で提案してるっていうのが問題だと言ってます。なるほど、なるほど、まあでもつまり、あそこだか、もっと飛躍しろってこと。違います、つまり、うん、つまりなんか文脈はいらん。いや違う、文脈いらんっていうか、うん、全部使えばいいんですよ、全部利用すればいいと思ってるんですけど、つまり、うん、文脈も使えるところでは使えばいいし、別にやればいいと思うんですけど、一番今求められてるイノベーションってなんだろう、交換経済以外の仕方で俺はいけてるって、俺はっていうか、うん、つまりそうじゃないシステム自体をクリエイトしたやつが一番すごいわけですよ今は。ああ、なるほど、うん、つまりみんな誰もイノベーティブじゃないってことです。つまり既存の枠組みの中でこうしこしこ努力すれば俺は偉いみたいな仕組みになって、あ、うん、あみたいな、頑張ってくださいみたいな話なんですけど、うん、そうじゃなくてなんかこうそれ自体を作るっていうことができたときに、あのね、分かった、なるほどね。でそういうのって見ると、例えば、うん、あのパトリ・フリードマンっていう人いるんですよ、うん、ミルトン・フリードマンの孫なんですけど、うん、とピーター・シール、うん、それにピーター・シールがお金を投資してて、うん、で海上国家を作るプロジェクトとかやってるんですよ、うん、でそれアートじゃないってされてるわけじゃないですか、うんうん、でもめっちゃアートっぽいなとか思ってて、うん、個人的には、うん、まあそうだよね、うん、つまりなんかその国家の一個一個のなんかこうセクションがあるんですけど、うん、これがこう各々の法律を作れるんですよ、うん、でそこでなんか一応なんか、ね、ある時期ごとにこう会議みたいになって、なんかこう朝廷を取りながらこう完璧にその中央集権的な税金システムとかないそんな分配システムを作っていこうみたいなことをやってるんですけど、で一応そういうのはアートじゃないってことになっていて、世の中的には。でもそういう試みって別に世の中にはあるわけで、うん、つまりそっちを作れる人っていうか、メタレイヤーをちゃんと作れる人が一番偉いっていうふうに僕は思ってるんですよ、基本的には。つまり僕は基本的になんでこうあの哲学とか批評とか必要かって思ってるかっていうと、哲学とか批評っていうのは基本的に自分が意識していないけども暗黙のうちに前提としている枠組みみたいなものをそのあの言葉にするわけですよね。大丈夫、生きるの辛くない？大丈夫おさん心配になってくる。マジですか。でそういうのを枠組みを言葉にすることで、あ、自分って今これとこれとこれとこれがあるから自分はこの言葉を話せてるとか、うん、これとこれとこういう前提があるから僕たちはコンビニでものを変えてるとか、そういうことを言語化してくれるわけですよ。コンビニ行くためにそう思うわけ？いやいや、まあそうでもない、ね、思うこともあります。時々は。あ、俺もある。多分誰しもあると思います。誰しも、はい、
で、そういうことを浮き彫りにしてくれることによって、その自分がどの暗黙 の、 その条件付けの中に埋め込まれてるかってことが分かるわけですよ、うん、そしたら僕が一番重要で やるべきことだと思ってることは、そうじゃないレイヤーをいかにして立ち上げるかっていうところが重要だと思っていて、でその時に昔言われてたのは、そのまあ、その2000年代か90年代ぐらいの後半ぐらいから言われてたのは、こう一つ の、 そのなんだろう、価値観じゃなくて、こう趣味の共同体によってバラバラになるみたいな感じで言われてたわけですよ。サブカル、ね、はい、サブカルとかそうですけど、だからもうメインカルチャーとそのアンダーグラウンドみたいな感じじゃなくて、こう全部がサブカルになるって、いろいろいろんな共同体があって、映画好きだし音楽好きだし、そうです、ね、でテック系もいて、そう最近だとメーカーズみたいなのもいるし、アート系もいるしみたいな感じで、いろんなところにいろんなコミュニティがありますよっていう気になってるわけです。なんだけど、それはなんか好きなものが違う人たちがインターネットによって、そのなんだろう、例えば学校っていう共同体だったら30人しかいないわけじゃないですか、クラス、うん、そしたら例えば変わった音楽好きな人って仲間見つけられないんですよ、うん、100人に1人しか好きじゃない音楽が統計的にいるとしたら、うん、それは100人規模のコミュニティじゃないと1人しかいないわけじゃないですか、まあ、そうですね、でもインターネットだったら一気に全員とつながれるわけだから、まあ、ネット持ってる人は、うん、だからそこで例えば東京に住んでるってなった瞬間、いきなり1000万になるわけですよ、うん、そしたらそこでなんか、あ、じゃあどっかなんか高円寺で遊ぼうぜみたいな感じになって、うん、こう学校とかは全然違うんだけど、うん、こうライブとか見に行ったりとかでコミュニティができていくみたいな、うん、あるわけですよ。でそれは結構ネットが発生した一つの功績で、うんうん、つまりマイナーな趣味であっても、うん、共同体を、趣味の共同体を形成できるっていう風なアーキテクチャを実装したんですよね。そうね、うん、なんだけど僕がそこを見ていて、それすごいことだなってまず思ったんですね、最初は。なんだけどそれがある段階、つまり22歳問題で僕が読んでて、22歳でほとんどの人が既存の社会枠組みの中に吸収されるんですよ。22歳以上、はい、うん、ってこと、はい、うん、だから、ほとんどの人はなんだろうその18歳から22歳の間でこう再生産が常にこう起こっていて、でそこから先になかなかいけないっていう構造が、いけないんだよね。最近さ、確かにある、うん、なんかさ、出会い系のアプリあるじゃん、うん、俺さ46でさ、あれできないんだよね出会い系のアプリやってないですか、ね、最近30歳ぐらいの頃に、あ、今度出会い系のアプリとか使ったことあるの意外となんかね、うん、でも出会い系のアプリはさすがにちょっと今使いにくいけど、うん、結構いるでしょ友達とかで、うん、なんかいない、聞かない聞かない、マジで俺の周りだけなんかあるけど、まあなんかでもあるけど、なんかそういう出会い系のアプリで、うん、友会もうぜってみたいなよ、うん、でも友達見つけるとかみたいな、ただ今日の飲み会、飲み友達を見つけるだけでもアプリを使って今だけ飲み会する人みたいなことをやったりとかすると、うんうん、確かにね、そういう、なんていうかな、ところはさっきタッチできてないっていうのはすごく実感してる、うん、だからさっき犬飼さん言ったように、こう一生懸命やるってことでは全くなくて、うんうん、むしろふざけるのは足りてないんじゃないかって話つまり、うん、ある既存の枠組みの中で真面目にコツコツやってるやつがうまくいくっていう話になっていて、この枠組み自体をふざけることで別のものを作ろうみたいな試みをがほとんど存在してないんですよ。そうね、あのさ、そうそうそう、うん、で、よくさ最近イノベーションとか言われてるんですか、うん、会社でもイノベーション起こすとか新しい発明起こすみたいなのよく言われるんだけど、うん、イノベーションと起こせるとしたら、今言ったみたいに、うん、要するに想像もつかないことをやっぱりやるしかないわけよ、うん、だから誰も想像つかなかったことをやれって言うんだとしたら、そうなんかみんなで言葉を積み重ねていってやるみたいな方法っていうのは、いかに飛躍できるかみたいなことっていうのが非常に重要になってくる、うん、でその時にじゃあイノベーションっていうのはどこで、あ、イノベーション起きたのかどうかってことを発見するとしたら、やっぱ振り返る時しかなくて、うん、イノベーションっていうのは結果的に起きてしまっているものであって遊び続けて、うん、だから余白の中にどんどん飛び込んでいって、その、最初のペンギンなんだっけ、うん、なんて言うんだっけ、それハーフペンギン、ハーフペンギンが飛び込んでた結果、うん、あれがイノベーションだったんだなって、そのなんか振り返った時に思うんだって。あ、なるほど。ということで最初の問いに戻ってくるんですけど、うんうん、これ重要なことは、うん、てためには僕は遊びっていうことをちゃんと考えるってことが重要だと思ってるんですよ、うん、なんでかっていうと、僕が最初にそれ気づいたのは、アメリカの、まあ、いわゆる、まあ、
プログラミング言語を作った人だったりとか、いろんなあれあるじゃないですか、最近 JavaScript とか Python とか、まあ、いろんな、まあ、Ruby とか日本人が作ってますけど、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、言語。それをウィキペディアで一人一人調べていったんですよ、うん、そしたら大体なんかヒゲモジャのヤバいやつか、汚ね、汚ね大好きなんですかね、なんかなんかこう大体見た目ヤバいやつなんですよ。でなんかなんかそので大体ヤバいやつばっかりなんですよ、イノベーターとされすごいこうことを作ってる人、ヒゲ有利派、いやヒゲだけじゃないです、ヒゲは偶然言ったんですけど、でもそういうやつもいたから言ったんですけど、なんかもう見た目がおかしい人が結構多くて、見た目がね、はい、おかしいっていうのはポイントもね、あるね、はい、でこれが僕は重要だと思って、つまりまあ、これがまあこれが今ヒゲにしか思えなかった、いやこれ重要なんですよ、つまりあの日本の IT 企業の社長とかを大きいで見るんですよ、でもヒゲ生やしてるよね、でもなんかまともに見えるじゃないですか、スーツ着てるね、くるぶし出してる感じね、あるよね、ちゃんとしてそうなんですよ、簡単に言うと、ちゃんとしてそうだと、うん、で、まあ、それはそうだろう、それはそうだろうと言うけど、まず、まあ、で人たちを見るとちゃんとしてなさそうなんですよ確かにな、ボズニアクとか未だにちゃんとしてなさそうじゃないですか、うん、でこれを僕は遊びって言っていて、つまりなんでさっきから日本では遊びが足りないとか遊びっていうのは重要だって話をしているかっていうと、で犬飼さんは別にそういうのって自然にできるし別にそういう考えなくても大丈夫じゃないって言うんですけど、結局あのイノベーティブとされてる人たちは結局結果的にしか分からないわけじゃないですか、うんうん、ってことは結果が生まれるような環境を作るってことしかできないんですよ。そうね、環境ね。だからイノベーションやろうぜって言っても生まれなくて、イノベーションができそうな環境を作るってことしかできないわけです。そうってことは簡単に言うと、なんか気持ち悪い人とかヤバそうな人とかでもなんか遊んでてこいつらなんか一応飯ぐらいは食わせてやろうみたいな環境とかが必要なわけです。そう、バランスとしてだからいつも言いたいのは、社会でちょっとぐらい認められそうで、でもなんかイケてる遊びをしてそうなやつ、うん、っていうのが大体どれぐらいかっていうと環境を作ろうとしてるやつ。っていうところが言えるだろうみたいなことってことだよね、うんうん、そうだから最初の問いに戻ってくると、うん、なんでこんなにそのあだから僕はその遊びっていうことをが許容されない、うん、ある程度ある年齢に達した瞬間に確立化されてしまうシステムが内在されている社会っていうのは、うん、その起業家になってもまともそうに見えると、起業家になっても、つまり起業家って一応、うん、自分の会社を起こし、うん、なんか今既存に存在してないその大企業ができないことのようなことをやろうとしている人たちなわけじゃないですか、うんうんうん、つまり限りなく本来はアーティストに近いような目論みを持っている人たちのはずなんですよ、うんうん、でアメリカを見るとなんかヤバそうなやつばっかりなわけですよなんかルックスとか、まあ、でなんか言ってることとかも、ね、そうでも、うん、YouTube とか見てもなんかちょっとヤバいことを言ってるやつは結構いるんですよ、うん、なんかこいつはちょっと、うん、あの、うん、日本だと放送コード結構やばいなみたいな、いるけど、うん、日本だと見かけないよね日本は見かけないよ、日本だと結構なんかそのマスメディア的にいいこと言うんですよ結構、 あるいはマスメディア的にダメなこと言うんですよ、うんうん、あそうこの二重なんですよ、うんうん、つまり極端、ね、そうだから極端になんか嫌われそうなこと言うやつか極端に好かれそうなこと言うやつがいるんですよ、うんうんうん、でそうじゃなくて何こいつ何言ってんのみたいなやつがいないんですよ、うんうん、そもそも理解不能みたいな、でそういうやつ大体なんか、まあ、要するに今は見た目でわざと言いましたけど分かりやすいように、そうじゃなくてなんかおかしい人がその起業家になってないっていうのは結構日本で特徴的にあると思っていて、僕はで見えると思っていて、でアーティストとかもそうでなんかまあ、そういうのもあると思ってるんですよ、つまりそういうのって結局環境としてそういう人たちってそういう人たちが強制されないと生き残れないような環境に僕はなっていると思ってるんですよね、だからそれだと良くないと思ってて、それは遊びっていうつまり労働とか活動とか仕事っていう枠組みではないものをいかにしてこうもっとこうふわっと存在していることによって環境としてやりやすいと。なるほどね。今時間どれぐらいなの？今どれぐらいですか？あと2時間あります。あと26分ぐらいです。あと26分。もうそろそろなんか終盤。大丈夫ですかこの話で。ついてこれてます、ね、あの途中で質問があったら質問してくれとかお前らのことわからんとか言ってくれたら多分いいと、でも前回も、うん、あの誰もあの開始5分で誰もわからなかったですって言われたんで、もはやもうなんかいいかなと思って酒飲んでるしもうね、てかそうなんですよ、でもこれ僕良くないことだと思ってて、あ、そうそう、そこがもう一個あるんですよ、まあ、いやだからそれも良くないと思ってて、つまりなんかみんなわかる話したがるじゃないですか、みんなわかる話、うん、みんなが分かる、つまり今もこう反応気になるじゃないですか、うんうん、俺僕これ良くないと思ってるんですよ、なんで
つまり、うん、僕自分が初めてなんかあの高校生くらいの時にこじらせるじゃないですか、自意識を、うんうん、であの小難しい本を手を出すんですよ、うん、そしたら正直一個も分かんなかったんですよ、うん、なんですけどそれに対して分かんないなりに一個一個あのネットで言葉を調べながら読んだの、うん、最後まで、うん、それでおお分かったみたいなでちょっと経ってまたその本に戻ってきたんですけど、うんうん、そしたらおおすごい分かるみたいな、うんうん、だから最初から分かる必要別にないんじゃないかと思って、うん、個人的には、うん、別に俺も分かると思ってないいや違うんですよ、だから僕としては分かったってごめんなくらいのことないだから僕は基本的にはなんかあんまりその正直言うともういいやって思ってるんですよ、最近そういうスタッフに変わってきたんですよ、交換しろとか言ってたくせにいや違うんですよ、だからこれ重要なポイントは何これ違う違う、等価交換じゃないってところが結構ポイントで、つまり等価交換じゃないと何が重要かって、等価交換って私がこの効用を受けました、効用っていうのはまあ経済学用語ですけど、うん、いい気持ちを受けました、だからこの効用が1万円ぐらいの価値です、うん、だから私はあなたに1万円払います、うん、っていうのが等価交換じゃないですか、うんじゃないですか、だからそれ公用を金にするかサービスにするか商品にするかみたいな話なんですよ、うん、そうじゃなくて例えば、まあ、一番最近だと分かりやすい例は贈与経済をどうやって実装するかみたいな話とかいろんな人が話してるんですけど、うん、そうなってくるとどうなるかっていうと、こいつ意味分かんないけどなんか面白そうだからっていう金のやり取りが発生するんですよ、うん、つまり分かる必要性がなくなるってことは短期的理解っていうものから離れることが可能になるっていうところが結構重要なポイントで、うん、だからもういいかなって思って、僕諦めっていうかこう切り替えたんですよ、シフトしたんですよ、もうわけわかんないこと言い続けるみたいな、おじさんが様子見終わるとあの、ね、水は高いとこから下に流れてくるのよ、うん、っていう意味で情報っていうか、なんかなこう価値がありそうなものは、うん、高いところから降りていくと思う、うん、こう平たくなってくる、うん、分散していくる、うん、でそういう摂理っていうのは、君がそう思うか思わないかは置いといて、多分君がいいこと言ってれば言ってるほど、広がっていくであろう、うん、から、そこそこいいことあ言ってるっていう自信があるんだと思うのよ、うん、で希少な価値があることを、うん、でそれをコピーされていく、だからみんなこう聞いてくださってるっていうのは多分あると思う、で、それはそれでね、その立場っていうのは絶対あると思う、うん、が、一個ね、ちょっと思ってたのは、うん、おじさんでもシニアの世代に入ってるからあれなんだけど、いいか悪いかって言ってること自体がもうなんとかやめられないかっていうのはところなの。なるほど。だからこれがいいんです、これが悪いんですって、うん、言ってしまうと、いつまでたってもゲームが続くと思ってるの、うん、だからいいか悪いかをいかに言わなく済むかっていうか、俺も思うわけ、うん、じゃあ大体言ってことは賛成なわけ賛成なんだけどでも俺の態度として一応さ、遊びの専門家として思うには、いやそれはまずいよねとかってさ言いたくないんだよね、だからなんならそっちの方に可能性があったりする可能性も残ってるわけだから、うん、でその延長線上に、何かが育ってる可能性もあるわけだから、うん、そこ潰さない方が、うん、なんていうかな、後々得すると思ってるっていうか、うん、だからなるべくそこ緩くしてあげるっていうのも、うん、なんていうかな、テクニックかなと思って最近身につけてる、うん、遊びってそういうことができるからいいですよね、そこが、あ、そう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 、で、うん、だから、遊びっていう領域は、うん、多分それができるんだと思うんで、うんうん、だから私は遊んでるんですって言うと、うん、結構許されるんだよね、うん、なんか仕事してるんですって言うと許してくれないわけよ、だけど、欲しいのは寛容さなわけ、うん、でさ、これさ、でもね、遊んでるっていう領域でも結構いろいろあって、うん、最近気になったのが、これアリアナグランデがさ、うん、あったっけ、テロが起きた、うん、じゃない、あ、ロンドンのやつ、ロンドンじゃない、アメリカ、マンチェスター、そうそう、あ、どっかで起きましたよね、イギリスじゃない、イギリス、マンチェスター、マンチェスターかどっか、その辺で起きた、うん、で、でその後、歌手がいろんな歌手が集まって、うん、私はテロには屈しないっていうコンサートをやったの、うん、それ元の木簡だろうと思ったの、うん、で、ジャスティン・ビーバーがみんな愛はいつでも勝つよねって言ったの、だからおいおいおいっつって、だから勝つか負けるとか言っちゃダメだって言って、だから、いや俺たち負けてないぜってやつが出てきちゃう、なるほどなるほどなるほど、だから、要するに、
ドナルド・トランプとか発言で気になるのは、うん、お前らこれからルーザーだぜみたいな、すごいアメリカのこうマッチョな、ことをやっぱ言うわけよっていうような、ゲーム理論で積み重ねてきたような、あこいつが勝ちでこいつが負けでっていうようなことをやってきたと思うんだよね。だからゲームクリエイターとして多分たどり着かなきゃいけない気っていうのはゲームを終わらせることだとやっぱ思っていて、いつかゲームを終わらせてやるんだっていうか、あのゲームなんて価値がないっていうかぐらい複雑な、ゲームっていうかあみたいなものをいかに作るかみたいなことをやっぱずっとテーマにしてて、で、遊びで言うと例えば要するにずれていくようなことなのね、うんうん、でそれはね、その電子コンピューターの中で、でやっぱりね、デザインしてるとデザインがある以上やっぱり、ね、これが良くてこれが悪いってことになってくるよ、うん、だからデザインの終わりでもあるんだよね、うん、だから僕がプロコンピューターに向かってこういうゲームを使って皆さんどうですかとか言ってる時点でこれはいいこれが悪いが誕生してるから、うん、じゃなくてやっぱり作ることと、あ要するにゲームを作ることと遊ぶことっていうのは同時に起こっていて、うんうんうん、しかもこれがなんていうか横の人にこうなんか伝わりながら伝わってるだけ、だから高いところから低いところに流れるだけ、うん、だから僕がもしそれが高いところで遊んでるんだったら、この情報の、ね、希少価値として遊んでるんだったらそれが広くバーっていくはずなのよ、あの人は遊び羨ましいと、うん、で、そもそも遊びってそうやって広まってってると思うんだけど、うん、こう伝播するような遊びっていうのは、うん、あの遊び面白そうだなと思ってコピーされてってるだけっていうか、なぜなら遊びにはパテントが発生しないみたいな、うん、あの領域だったりもするわけよ、うん、だから遊びにはね実はね、著作権って取れないんですよ、うん、なるほど、だからあと例えばなんかの帽子で何かするとか、うん、剣波とかみたいなものっていうのは誰も著作権を持っていないんですよ、うん、でそこからちょっと工夫しても著作権取れないんですよね、うん、っていうのが今の、パテントで、これがたまたま物に落ち込むと初めて著作権が発生するんですよ、うん、CD とか分からないメディアにも収まるだけど、この大地と一緒に遊んでるような身体と大地で遊んでるようなものっていうのはパテントが発生しないっていうのが今のルール、ね、なるほど、だから、実は会話ができないってこともあるわけよ、こうやってコミュニケーションができないってこともあるわけ、うん、だから、一つはまずそこですら、私がここに立っている権利っていうのを、うん、ここに立つっていう権利私が買いましたみたいなことっていうのをいかに法律で認めさせるかみたいなことを突き詰めていって、うん、それをなんていうかなアトム単位でやれるようになった瞬間に多分アトムのゲームもあるっていうか、今はビットのゲームっていうのを一生懸命やってて、要するに情報の組み合わせで中でゲームっていうのができてってるんだけど、うん、それが、アトムの単位でできるようになった時に、うん、多分、ゲームっていうのは終わると思ってるんですよ、うん、なるほど、でこれはね今話してるっていうのは、非常に科学的な言葉であってエンジニアリング的な言葉なのね、うん、でさっきの環境を作るって言ったんだけども、うん、じゃあ、僕たちは、何かをしたいっていう欲望を誰かに渡すことではなく、うん、何かがやりたい時にできるような環境を作ることであるとするんであれば、その環境こそが、科学とかテクノロジーみたいなことを使う方法っていうのを教えていくっていうことだとは、うん、思う。だからあれですよね、運動会とかでも最初に一応プログラミングでアプリケーションを作るワークショップの会、一応なんか説明してもらっていいですか。今運動会ハッカソンってやってるんですよ。で未来の運動会プロジェクトっていう中でやってるんですけど、最初に、運動会テックワークショップってやるんですよ。でそれは、本当に子供小学生向けの、スクラッチとかみたいな簡単なプログラムを作るようなことだったり、もっと言うと工学的なこと言うと鉄をなんかこうなんかこうくっつける、うん、接着剤でこんなのありますよってことを教えたりとかするっていうようなことだったりする。でそれが一通りまず1日っていうか数時間であるんですよ、うん、でまた別の日に運動会ハッカソン、あとそこは要するにプログラムとかみたいなことを教えるの、うん、でその次の段階では今度はゲームデザインっていうのがあるんですよ、うん、で最後はみんなで運動会をやるんですけど、運動会って1日に10個ぐらいゲームがあって、その10個ぐらいのゲームを次々にみんなで遊ぶっていうような、ちょっと閉じられた社会なんですよね。だから、でそこのためのゲームっていうのを作るっていうのが運動会ハッカソンって言われているもので、競技をみんなで作るんですよ。だからゲームを作るってことに集中すると、みんなでその社会のために、要するに社会っていうのは運動会のために、社会にインストールするための、ゲームを作るってことを体験するっていう。でその時にゲームデザイナーっていうのがいて、ゲームデザインの知識っていうのをこうみんなに与えてくる、うん、で、でその時にゲームを作る時の言語っていうのがあるんだけど、ジレンマとか、トークちょっとやってみてください。トイレって分かった、俺の話聞かないのトークと、あとトークしてて、これ怖いですよ。あ、分かった。で、そのあとなんだろう、ジレンマとか、リスクとかよく使うでしょ、ビジネスでも使うような言葉っていうのを子供たちとかみんなに使っていくんですよ。で、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、これをうまくこうしてやるんだけど、こっちでこう支えているみたいなことが次々に生まれていって、みんなで新しいゲームを その場でめちゃめちゃ作りながら遊んでやるっていうこと。だからこれを、僕はデベロッププレイって呼んでるんですけど、デベロップとプレイが同時に起こるようなこと、つまり遊んでしまった結果何かが作られているっていう状態っていうのをやっている。で、今までの子供の頃って
ていうのはまさにこれをずっとみんながやってきたと思うんで、例えばこの、あ、この縁にブーって虫が歩いていってみたいな遊びっていうのを子供っていうのは見立てながらこうやると思うんだけど、子供の遊びっていうのは共有されないんですよね。その場で作ってその場で遊んで消費産地をされてしまうみたいなことがあるから、それをいかに共有するかみたいなことっていうのが重要なので、共有できるようなメディアっていうのをいかに作るか、この、地面とか、空気とかみたいなこの力のかけ方とか、そういうようなこのすごく多様で複雑なことっていうのをいかに共有するのかみたいなことっていうのを、課題にしながら今やってるんですよね。だから共有が全然できてない。つまりさっきの、コズマ君がこうなんていうかな、テーマにしてた、交換ができるような状況になっていないってことなんですよ。私が思いついた遊びのアイデアはあなたに伝えることができないっていうことなんですよね。でも一方でその電子コンピューターの中のプログラムだったら、全部記述されて、その記述されたものがぐるぐる回るみたいなことができているから、要するに言語で作られる C 言語とか、コンピューターの、マシン語とかみたいなもので、実行されてるってものが、コピーされやすい。だから私のコンピューターで動いたものがあなたのコンピューターで動かすことができるみたいな、でコンピューターを遊ぶことができるみたいなことができるんだけど、それが現実世界だとなかなかしにくいっていうのが課題になっている。でつまり、僕が今最前線で遊んでるっていう感じを持ちながら毎日暮らしてるんだけども、でなんとなく社会の役に立ってるんじゃないかなと思ってるのがそのギリギリのラインで、そういうことを、なんていうかな、そういう社会的課題ものを見つけながら、その課題を遊びの中でいかに解決するかみたいなことも半分起きながら、いかに子どもたちもしくは大人たちと飛躍をするかっていうようなことっていうのにチャレンジしていて、だけどあんまり、ね、比較しなくてまずいいって言ってる、その今までできたものとか、遊びでも同じ、車輪は2回発明してもいい、よく、エンジニアの世界だって言われるんだけど、車輪の2度の発明っていうのは無駄だっていう言葉がよく使われるんですけど、いい、それでもいい。なぜなら子供っていうのはさ、みんな経験があるじゃない、その、白い白線の上からずれたら終わりとかみたいな遊びって経験したことがあるでしょ、その遊びってね、みんなね発明する、発明してて、ね、だからでもそういう経験っていうのがすごく重要で、私はどっかに作られても私が作ったことがあるんだみたいなことがすごく重要で、その経験の積み重ねの上に、見たこともない領域にたどり着いていくことだと思うので、つまり遊び続けろ、で、自分の遊びを、なんか遊び続けろというようなことかな。でもその遊ん、その発明したことで何か評価される、つまりゲームを作るゲームがあるわけじゃないですか、つまりメタ構造になってるわけで、 そこで評価されるっていうのが結構僕大切だと思ってて、なんか小学生の時ってみんなそういう遊び作ってるわけじゃないですか、なんだけどそこで先生から評価されたりとか親から褒められたりとかすることないんですよ。そしたらテストで95点取った方が100点取った方が褒められるし、そっち頑張ろうってなっちゃって普通になっちゃう、なるよね、だから違う、だからこそ俺はそういう子を褒めたいの、だからそういうことを褒める、そういう子を褒めるのが大人僕の役目かなと思って、そういう子たちを褒めてる一生懸命、だからこういうところに来るような子たちっていうのもなんだか言ってさ、やっぱセンスがいいというか、ちょっとずれてると思うんだよね、外れてると思うわけだから、そういう子たちを、そういう皆さんをてか小島君も含めてね、褒めたいわけだから褒めだから、だから俺がね交換できることって情報しかなくて、俺イエーって思ってるぜっつってイエーって、もうこれぐらいしかないよ。で俺がなんでここに来てるか、ただおとつい会ってたまたま呼ばれただけなんですよ。呼ばれて高妻くんとか遊びに来るってみたいな、今日何やってるかあんま分かってないもんここに来てるんだけど、遊びに来てて、だけど俺高妻くんを褒めたいっていうか、高妻くん面白いし、いっぱいいろいろくれるわけよ、情報もいっぱいいろいろ教えてくれるわけでいいし、だからもっとね俺もこういうことし ありがとうと思ってなんかこう返すだけなので、と言葉だけでも返せないから、イエーってこうなるわけよ。でこのイエーみたいな感覚ってすごく重要で、今までもう言語とかじゃなくてこれなわけよ、だからこれが言語で、これが、メーカーの同士の実践だし、だってもし俺がロボット同士だったらこれで情報は伝わってるわけよ、で人間もロボットみたいなもんだから、これで情報は伝わってるわけ、で俺がいかにイエーって思ってるかは俺の表情とか態度とかで分かるじゃん、で皆さんに対してもそれは思ってるわけ、こんなとこに来てくれてセンスいいねってやっぱ思ってるわけよ、で、そういうなんていうかな、仲間っていうかな、が褒める人がもっと増えていくと、今のステップすげえ重要かなと思って、これがダメだというんではなく、お前のここすげえいいぜっていうような態度っていうのがすごく重要で、でアメリカとかは多分なぜそのヒゲモジャでやっていけるかっていうと、多分ね、お前そこいいぜって褒める人がいるんだと思うの、でそういう小さな成功体験、特にさ、小妻君たちの世代って成功体験、でかい成功体験がないじゃん、バブルとかも終わっちゃってて、こうやられちゃってて、その国単位でこれが成功だみたいなこともなく
て、で特にもうあれでしょ、ひねくれてるとなんかそのスタートアップしてなんかお金持ちになってて成功ですらないと思ってるわけでしょ、うん、でそうなった時にあのなんていうかな、あげられるものっていうかもらうものってお前かっこいいよねとかお前家出せみたいなことしかないと思うわけ。だから簡単に言うとね、僕が家っつったらみんなが家って言うでそれでいいと思ってるの。だからあのこう家っつってみんなが家っていうようなことで、で家っつってなんかこんだけどふわーって言っちゃったらあのいいかなと思ってて、でも生きるか死ぬかのレベルでもなく、生きる瞬間に苦痛だなと思った瞬間こそがなんていうか俺はあえて言うけどダメだと思ってて、でもそれすらも別に流れだからしょうがないんだけど、いい時もある悪い時もある、それ風のように波のように火のようにある、消える時消えそうな時もあれば燃え盛る時もあるみたいなことっていうのは生物だから当然なんだけど、腕がなくなる時もある、でそれすらもしょうがない、だけど、そういう中でいかになんていうかな、イエーって思えるような瞬間、だからダメだと思うんですよではなく、いいと思うんですよ、っていうことを捕まえていくっていうかな、だからキュレーターやってると思うわけ、だからお前すごくいいと思うよ、っていうことを褒めてあげる、構造っていうのがおそらくキュレーターやってることだと思うんだよね、でダメなものを集めて並べないから、ダメだと思ってるものを集めましたってキュレーターってさ、それこそ褒めてもらえないからあのキュレーターとしてやるべきことっていうのは多分自分が、これはいいよねって褒めてるものをなんかあの褒めつつ、イエーイっつって多分行くぐらいしか多分ないと思うんだよね、で確かに、今のアートの現場っていうのはなんかそういうことっていうのがやっぱりなんていうかな、期待されてるっていうか、誰も見たこともないものが置かれて、それを発見する目利きたちが、イエーっつって持ってきたものをイエーってお客が見て、イエーだったぜみたいな感じっていうのが多分求められてるっていうかな、だからあんまりなんかこねくり回して理屈がどうのこうので、これにはこういう価値がある、確かに言ってた通り、これはこういう価値があるぜみたいなことではないもののこそが、なんか何これ、もう見たこともないし意味わかんないんですよ、けど、いやこれは良かったわっつって、今日来ててよかったわっていうか、あそこ行ってよかったわとか、今立ってて見れてよかったわっていうか、あ匂いも含めて周りで見てる人たちも最高、ここ気持ちいいわって思えるようなパーティーになってたらいいよなって、独白しちゃったいやでもそうですね、いやなんかだからそういう感じに最近なっちゃって、酒ってそういうもんでしょ、いやだからそうっすねいやほらトイレって黙ったの急にいや違う違う、人変わったの変わったやつ、だからそういうことでもあって、でそういうので、だからさっきその株式会社とか、なんだクレジットカードとかっていうことの僕は結構可能性を見てる方で、っていうのはイエーって言ってるやつらに資本が集まる方法って現状だと株式会社、株式っていうシステムしか基本ないんですよね、そうそう、つまり何でかっていうとこれ熱いぜっていう、つまりさっきの文化の話ともつながってて、つまり文化になったもの、つまり記述されたものっていうのはみんな見れるんですよ、簡単に言うと、なのでこれが価値があるよねって時にないぜっていうやつも、これ読んでみみたいな、例えばこれ見てみみたいな感じでこうアーカイブからいくつかこう出していくと、あ確かにこれは、自分は好きじゃないけどこういう歴史的な価値があるんだなって思いましたって言えるような環境になってると思うんですよね、なんですけど、これが熱いぜって言ってる人たちって、ないわけですよ、まだアーカイブは、つまり文化になってないわけですよね、そしたら熱いぜって言ってるところの人たちが何かやるためにはエネルギーと時間と金が必要なんですよ、金いるかな、いらないよ、いや金いるかな、この靴で遊ぼうぜってみんなでこれでなんかちょっと今から遊び作ろうぜってここで1時間が盛り上がることできるよ、いやできるんですけどそれだと文化にならないですよ、文化に、ちょちょちょ、だとすると、大丈夫この話文化にならなくたっていいじゃん、だってさっきも言ったけど、遊ぼうって言ってるわけだから、文化にならなくていいってことなの、だから文化になっていないことをやろうとしてるわけよ、でも文化になる、なってないことをやるから結果的に文化になるので、でどうやって記述するかっていう問題はある、確かに、でその時に、どうやってでもこれ共有する時にこの方法とかを記述する時に、人間が、片っぽで発明してるっていうか使ってるものというのが数学だと思うわけ、でだからその文化っていうかこれはこうであるというような、なんていうかな、数字が固定されてるっていうか、
こうナレッジになってしまってこう固まってしまってるもの、うん、もう動かないような定数になって しまってるものではなく、変数になったまま変数になって変数同士が数学で動くんだっていうことを知っているようなこと、うん、だから、靴かける、電車は面白いとか、うん、あの、うん、みたいなことを知ってる人っていうか、うん、危ないけど、ね、危ない、石を電車の線路に置くと面白いってことを知ってるとか、うん、まあ、当然危ないってことも知ってるとかみたいな、うん、とにかくそういうなんていうかな、掛け算とか足し算とかみたいなことを数学的に知っているっていうことが重要だと思っていて、それがなんか固まっているようなものっていうのはもう止まってるようなことだ、答えが見えてるもん、うん、だとやっぱり言えると思うわけよ、うん、で、今の例えば、まあ、僕電子コンピューターとかもずっと興味持ってきたっていうのはそこで、うん、つまり動的な状態だから、その動いている状態みたいなものっていうのが、そのコンピューターの中でね、こう動いているみたいなことっていうのが、そのまま記述されて、動的なものをいかになんかなこう、記述して相手に渡すか、うん、みたいなことをやろうとしたのが、そのホンノイマンがやろうとしたことの本質だったりするわけよね、うん、あ、そうだ、最後にこう聞きたいのは、うん、あ、もう終わるのね、そうです、終わりですよ、あの終わる、今ラスト5分で出たので、はい、あのノイマンゲームじゃない非ノイマンゲームっていうものは鋭いね、一般的にどう定義するの、一般的に、一般的にっていうか犬飼さんの一般、ちょっと話したっけ、話したいです、だから今ちょっと鋭いね、天才だね、やるね、あのね、それね、ノイマン型ゲームともう一個ね、遊び型ゲームって言ってんの、うん、あの遊び型ゲームってなぜかっていうと、ノイマンはそのカードゲームとかみたいなものを比喩して、うん、ゲーム理論って言っちゃったわけよ、うん、でその前はね、もっと遊びって牧歌的なもんだったわけよ、うん、今みたいな本当にもうなんかボワーンとしたもんだったんだよね、うん、でスポーツとかいろんなところにこう使われたんだけど、うん、その可能性を閉じてしまったのがノイマンだとも言えるわけよ、なるほど、だから、で一つ僕たちはノイマン型コンピューターとかめちゃ使ってるじゃん、うん、ってことはそのノイマン型ゲームの中に あまりにも閉じこもってるわけよ、うん、だから、一つテクノロジー的に必要なものっていうのは遊び型コンピューターだと思ってるわけ、うん、つまり遊びのあるコンピューター、うん、でその一つっていうのが人工知能だと思ってるのね、うん、要するに正解をしない計算機、あの、今の人工知能に求められてることっていうのは正解することじゃないのね、いい感じになることなんだよ、うん、あのだから僕と AI がその Amazon のおすすめが、うん、あなたはこれを買うはずだ、でこれを買いなさいではなく、あなたはこれとこれとこれが良さげですよみたいなことっていうのが重要なんだ、だから正解が欲しいわけではなく、うん、ボーンとした何かこういい感じのものが欲しいだけなんだ、でそこに向かってっているっていうのが、その要するにこうな計算でもよこうなんかのこう隙間がある、うん、コンピューターみたいなもので、うん、遊び型コンピューターって呼んでるの、それを、なるほど、今でも話してもちょっといい、あ、なるほどな、でそれもだから遊び型コンピューターをどう実装するか、だからそれが例えばタンパク質型コンピューターだったり、うん、計算がで求められるという確率だけは計算してるんだけども、うん、その答えっていうのは今は1かもしれないけど、もう次の瞬間に2出すかもしれない、うん、けど大体合ってるから大体 OK だろうっていうような、うん、あのやつらと付き合うっていうかさ、うん、みたいなのが僕たちにとっては重要とか生物にとって重要だと思うんだよね、つまり既存のフレームから横にずれることができるっていうのは曖昧さだったりとかそういうのが必要ってことですよね、そう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 、でもう1個思ったのは、うん、ノイマン型コンピューターのゲーム理論って結局そのなんだ、うん、あのホイジンガじゃないや誰だっけな、あの遊びについて会話がやってた 4形式の中だと、うんうん、競争と運っていう枠組みは、あの一応西洋型資本主義っていうのに、ね、と非常に近いっていう風に指摘してる人がいて、うん、で一方にめまい と、ね、模倣っていうのがあるじゃないですか、でそっちはゲームじゃないってことになっちゃってるわけですよ、そうそうそう、つまり簡単に言うと、つまり簡単に言うとだから今最後今僕が真ん中ぐらいで話すのも結構つながってきてて、うんうん、つまりゲームっていうのは今ノイマン型コンピューターだと競争と運によって定義されているけども、うん、そうじゃない別のレイヤーを作るためには実はめまいと模倣っていうものを利用して異なるその交換様式なり何なりっていうものも含めた演劇を再インストールするっていうことが重要じゃないかっていう話になるって話ですよね、だから酒っていうコンピューター重要って話、だから僕にとって要するにタンパク質コンピューターなわけよ、それをコズマっていうコンピューターにロボットにガッてインストールすることによってめまいっていうのを起こすわけで、それによってイエーってなってくるんだったらそれでイエーなわけよ、だからみんなさサラリーマンたちが飲みに行くんだと思うのね、だからあのまあ、酒ってのはそういう力があって、うん、でそれをあの科学的に発明しようとしたのが今のコンピューターたちを作ってたヒッピーたちが LSD25 っていう薬を使ってそれをやってったわけよ、うん、で、まあ、もちろん最初は軍事目的で学生はなんかいろんな軍事目的でいろいろあったけど、まあ、やっちゃいけないけどあのでも今一応ね法律の概念が、まあ、命かけてやるのは別に構わない、うん、で構わないって言っちゃうとまた俺が危ない、危ない続けられなくなるから、でもまあまあでもそういうことですよ、うん、でもタイマーは OK とかみたいなことっていうのルールを変えてってる人たちもやっぱりいるっていうのかな、うん、
だからティモシー、あ、これティモシーリアリーの話をするとまた危ないんで、まあまあ時間がもう危ないんで、だけどそのね、カリフォルニアはこれでサンフランシスコとか行ってきたんだけど、非常に面白い、そういう文化で今の、我々の、文化にものすごく影響を与えていて、イカれたやつがいっぱいいて、しかも、環境、今の電子コンピューターとか Facebook、Google、Apple 全部がサンノゼっていう会社、サンフランシスコに全部ある。だから今の IT っていうものの、注目するような企業っていうのは大抵そこでスタートアップを生まれてる。だから、あそこにはそういう基地がいというか、遊びがあるやつがいっぱいいて、しかもその中間を行くことがコツが分かってるやつがいっぱいいるっていうような、でその結果、投資がいっぱい集まってるっていう次のステップなんだけど、まずはそういうイカれたやつが、あのサマーオブラブとか、あのヒッピーたちとかその前のビートニックたちによって、そういうのが、本当に発酵したって言ってもいいかな、あの酒とかと同じように、タンパク質のようにそういう人間が発酵、腐って発酵したって言ってもいいか、腐った人間たち、イケてるように腐った人間たちっていうのがいっぱい生まれてヒゲモジャになったわけですよ、でそういうのに憧れてヒゲモジャ、ヒゲを生やしてる人もいるってわけですよ、なるほどなるほど、ヒゲは結構イケてるとは思いましたね。でもまあつまりなんかちょっと道は見えましたね。でしょ、うん、つまり僕の中で、いや今日の話だと、いろいろな方向性で自分なりにこう方向づけることできると思うんですけど、僕の中では結構面白かったのは、こうノイマン型は競争運の左側の2構造、2類型と相当していて、でそれと資本主義っていうのは相当していて、それとサンフランシスコは結構近いものがあって、でもう一個のコンピューターっていうか、もう一個の計算システム、遊びのシステムは、おそらくその模倣とそのめまいっていうのは、その演劇とかその別レイヤーのこう、その想像力のでと、あと教育とか共有っていうものと関係していて、でそっちにまだ可能性があるなっていうことは結構感じたというか、でそれを情報とその物質っていう、その2つのメディアで我々はやっぱり記述するしかないよ、共有するためには、だからやっぱり情報を一生懸命勉強、あのこう突き詰めていく、情報の謎を解いていく、それから物質の謎を解いていく、いつ重力が誕生したのかってことを一生懸命科学者たちが探求している、ヒックスがいつ生まれたのか、でそれと情報はその間に重力が生まれないと情報は誕生しないのかどうかみたいな議論っていうのを一個ずつ全部詰めていきながら、そこの謎をやっぱり解いていくっていう姿勢こそが、なんていうかな、やっぱ希望だし、遊びの、で科学者たちは延々遊んでるし、で芸術家たちも延々遊んでるし、まあ、そういうイカれた奴らっていうのがいるっていうのが、なんていうかな、希望だし、まあ、ここに来た理由っていうのもそういう人たちがやっぱいるだろうと思って来たし、あの小妻君もそうだと思って、ここに遊びに来てよかったなと。なるほど、思います。うまいまとめ、さすがの上級者としてっていう感じで、はい、終わります。はい、ありがとうございました。